で、この4マスどういうことするかというと、今これ真ん中、まあ実際相手いけるんですけども、例えば前に対するプレス、これ自分が攻撃するときとかな、相手から前に対するプレスかというな、圧力かというな、プレス、戻る、バックステップ、バックステップ、相手の攻撃を外すときとかな、最後、ちょうどこの四つ角の、ここの使い方、最後。こっちはスイッチ、スイッチ、昨日の練習の応用なスイッチ。でこっちはこれも一緒、斜め前にスイッチ。ね、でこっち側は自分の、まあ、僕は左側までオーソドックスなスタイルを考えてるから、このまま動いたらこっちに取れるので、ね。で今前後ろ斜め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 。でちょうど横のここの部分な、ここの部分。ここの部分にこの構えで実際相手に行けるね。相手に行けるところをスライドで動く。前足を動かしてからスライドで動く。で、こっちはそのまま右に振っといて、そのままサイドステップ。横に。自分の構え。これを30秒。